して皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。さあ、それではまず皆様よりご挨拶をお願いしたいと思います。まずは緑谷出久役、山下大輝さん、お願いいたします。はい、緑谷出久役の山下大輝です。本日はご来場いただきありがとうございます。そして全国の映画館で見てくれている皆さんもありがとうございます。公開されまして、話せること話せないことまだまだありますけれども、皆さんに楽しんでもらえるよう精一杯話させてもらいたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて岡本さん、お願いします。はい、皆さんありがとうございます。爆豪勝樹役の岡本信彦です。みんなかっちゃんって呼んで。かっちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。心の中の声聞こえました。ありがとうございます。続いてカジさん、お願いします。はい、本日はご来場いただきましてありがとうございます。そして映画館でご覧いただいている皆さんもありがとうございます。トドロキ翔太役のカジユキです。昨日公開されて、そしてもうたくさんの方にご覧いただいているということで、本当に嬉しく思っております。今日は楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。さあ、そして今作品デクたちが降り立つ地オセオンで運び屋として暮らす少年ロディ・ソウル役、吉沢亮さん、お願いいたします。はい、ロディ・ソウルを演じさせていただきました、吉沢亮です。本日は映画館に足を運んでいただきありがとうございます。そうですね、まあ、本当に連載当初から大ファンであるこのヒロアカの映画第3作目に、ご一緒させていただいて、それでこれだけたくさんの方に見ていただいているっていう、今ものすごく幸せな気持ちでございます。今日は最後までよろしくお願いします。皆さんありがとうございます。さあ、皆さん、ここで速報がございます。実は8月6日、昨日ですね、昨日から全国321の映画館で公開されている本作品ですけれども、はい、なんと速報です、はい、昨日8月6日早く言ってもらって、速報は分かりました。何ですか、何ですか。8月6日金曜日、はい、昨日だけの成績入ってまいりました、はい、動員が248,588人、興行収入昨日だけでなんと3,1951,3,900円、下4桁まで入ってまいりました。すごいすごい細かい。ありがとうございます。これはすごいことになっちゃいました。シリーズ歴代ナンバーワン確実とね、スタッフの皆さんも言っているような、興行収入30億円の大台に乗るんじゃないかという超ロケットスタートをかましました、ヒロアカ。さあ、今回を迎えて、この早速のですね、この大反響ということになりますけれども、梶さん、うんうんとうなずいてらっしゃいますけれども、いかがですか、この数字は。いやーね、もちろん数字としても、うん、すごくありがたいことだと思うんですけど、まあ、要はそれに見合う内容が詰まっている作品だと思いますし、昨日のね、テレビ放送、映画の第一弾の放送もありましたけど、それだけこのヒロアカを楽しみにしてくださっている方々がお待ちいただいて、ようやく公開なんだなっていうのが、今日ここにいてもすごく伝わってくるので、それが何より嬉しいですね。うん、山下さん、いかがですか、この数字をお聞きになって。そうですね、やっぱり僕のヒーローアカデミア、劇場版1段目2段目とそして3段目やってきて、僕のヒーローアカデミアが大好きな人たちがすごい増えたんだなっていうのが、その数字で分かるじゃないですか。それがすごい嬉しいですね。なんか一ヒーローアカファンとして仲間が増えたっていう気持ちな感じですね、うん、はい。今こう皆さんのね、このトークをご覧になっている皆さんは、実はこの後にワールドヒーローズミッションをご覧になるということなんですけれども、はい、岡本さん、はい、まあ、ネタバレなかなか難しいですけれども、わあ、いやまあね、どんなところ見てほしいですか。ロディ・ソウルが出ます。あら知ってると思います。みんな知ってます。みんな知ってます。そうかそうかそう、かなりの方がロディを楽しみにしてる、ね、説もありますよ。説もありますね、はい、でも本当思うのは、もう数字も上がったこともあるんですけど、そのやっぱ世が今ヒーローを求めている気がしますね。なんか、あ、そうですか。でこれを見たらですね、ヒーローの信頼感というか、いてくれる安心感とか、そう勇気とか、いろんなものをもらえるというか、でさらに言えばですね、皆さん一人一人も
ヒーローになりうるのかなとか、いろんなことが多分思える、そんな映画だと思います。ありがとうございます。そんな中で今岡本さんからもロディーソウルが注目だと話ありましたけれども、大のヒロアカファンとしても公言されてます吉田さん。もうね、感極まっている表情が見受けられますけれども、改めてワールドヒーローズミッションに入った、ヒロアカの世界に入ったお気持ちいかがですか？最高です。振り絞りましたね今ね。今言われてから表情を作った気持ち。そうですか。私からはね、クリアパネル越しにすごい、ね、気持ちはもちろん大ファンの方ですから、いや、めちゃくちゃ嬉しいですよ本当に。ね、ずっとそれこそ劇場版もワンツー見てますし、アニメも全部欠かさず、原作も欠かさず見てる作品のこんな第3作目に、しかもこんなにいい役で出させていただいて、いやもうなんか嬉しいはもちろん嬉しいですけど、ちょっとこうおこがましいというか、あ、ごめんなさい、なんか変なこと言ってすごい恐縮する吉沢亮さんが見られるという。いやいや、もう見ていただければもう納得のロディーソウルですよ。で、最初お話いただいた時、なんか途中でピロッと出てくるヴィランとかそれぐらいかなみたいな思ってた。使えないですよ。そんな感じなんですか？結構出てんなみたいな、結構びっくりしちゃったんですけど、まあでも本当にそこは原作へのアニメへのリスペクトを込めて全力でやらせてもらいました。そうですか。もうね、この後ご覧になる皆さんにぜひロディの活躍を見ていただきたいと思うんですが、実は声だけではね、吉田さんないんですよね、出演が。声だけです。心当たりないみたいな。あれ、実はこのね、あと劇場ご覧になりますけれども、はい、皆さん、はい、劇場の中で作中の中で出てくる、はい、ロディソウルが書いた借用書、そちら、大丈夫ですか、はい、こちらですね、今スクリーンに表示されていますけれども、こちら の、 一番下に書いてあるロディソウルっていうこの借用書のサインの部分、はい、これはね、実は吉沢亮さん直筆ということですよね。直筆です。まさか記憶になかったっていうね、直筆ですけど、はい、これあえて汚く書いてるだけですからね。本気で書けばもっと全然綺麗ですから僕は。はい、いやでも味があってね、確かにロディが書いたであろうっていうぽい、ロディらしさが、はい、これ山下さんご存知でしたか？いや知らなかったです。あ、そうですか。はい、だから今びっくりしてますね。これ実際改めて見てどうですか、このロディのこのあえてという、あえての汚さ、これにどうですかもないでしょ。いやでも私もね、見させていただいたんですけど、はい、分かんなかったです。すっごい味あるなみたいな。ね、やっぱりロディしか描けないよねこれは。やっぱそう、ロディならではですよね。吉沢さんにしか描けないロディだもんね。そうこれがロディソウルですよ。もう僕の思うロディが全て詰まってます。ありがとうございます。ここでも芝居してですね、ここで芝居しました。これ上映前の方々に言っても何も分からない。この借用書がね、どこで出てくるのかっていうのをね、皆さんぜひ注目していただきたいと思いますが、今作へのご出演、吉沢さんの熱いこのヒロアカ愛を受け取ったスタッフの皆さんのオファーで、まあ、今回実現したということでございますので、皆さんそのヒロアカ愛たっぷりとご堪能いただければなというふうに思います。さあ、それでは本作はですね、世界を救うため各地で、全世界でヒーローたちが壮絶なミッションに挑むという大スケールのエンターテインメント作品になっております。そこで今回キャストの皆様には、この夏のナンバーワンヒーローの座を目指していただき、ヒーローに必要な3つのジャンルのミッションに挑戦していただきたいというふうに思います。ミッション題してこちら、この夏のナンバーワンヒーロー決定戦、拍手。お、なんだこれ、お、戦うのか。戦います。さあ、ルールは簡単です。3つのミッションのクリアに応じて与えられるヒーローポイントを最も多く獲得した方が、この夏のナンバーワンヒーローということになります。皆さん、急に言われてびっくりしたみたいな表情されていますけれども、早速ね、張り切ってまいりたいと思います。まず最初のミッションはこちら、ミッション1、ストップウォッチチャレンジ。ヒーローたるもの、どんな状況でも心を落ち着かせて時間感覚を研ぎ澄まさなければいけません、ね、ということで、はい、ミッション1はストップウォッチチャレンジ。もうね、もうその名の通り、ストップウォッチで決められた時間止めてっていうルールになってます、はい、制限時間20秒、20秒でぴったりストップウォッチ止めてください。20秒に最も近い方がこのね、優勝勝利ということになります、はい、4人一斉にチャレンジをしていただいて、1位の方には10ポイント、10ヒーローポイント差し上げるということになっております。ここだ、20秒だって思った瞬間に
ピッて押してってこう拳を突き上げてください。あ、みんな一緒にやるんですか。みんな一緒です、はい、せーのでパッて始めてこう自分との勝負でここだ20秒みたいな。これって右を2回クリックすればいいんですか。そうですね、1回押していただいてスタートして止めるときはもう1回押していただければ。はい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 、ね、この周りに惑わされず周りの、ね、方がピッて言っても20秒じゃないかもしれませんから己との戦いでございます。さあそれでは意気込みを聞きたいと思いますが岡本さん、はい、意気込みお願いいたします。そうですね、やっぱこれは小学生中学生時代、はい、ストップウォッチのノブと言われていた。そうなんですか。このゲーム以外に どう生きるのそれ。あ、なんかピピってやって 0.0 何秒、ね、0コンマ何秒にするかっていう遊びを男子はやるんです。やるね、男子はやってたんです。あ、吉澤さんやってないですか。やってます。絶対やってないなこれ。絶対やってないこれ。うん、まあやってたんで、うん、まあそうですね、早押しには。お、早押しじゃないですか。早押しだったらいけるんですけどね。ルール聞いてました。そう、早押しだったらいけたんだけどね。20秒。20秒は難しいね、ちょっとね。一方で梶さんどうですか、はい、20秒。いやなんでしょう、僕らも動揺してますけども、あの客席の皆さんも混乱している様子が、ね、ついてきてください。この空気の中20秒耐えられるのかの方が心配です。頑張ってください、はい、もう本当に頑張ってください。頑張ります、はい、集中するしかないですから。そうですね、山下さん集中するしかない。ポイントどこになりますかね。そうですね、頑張るしかない。集中するしかない、頑張るしかない。そう、ね、さあそして一番緊張している様子、吉澤さんいかがでしょうか。やるしかない、やるしかない、かっこいいお声でありがとうございます。さあそれでは私のミッションスタートの合図でお手元のストップウォッチのカウントをスタートさせて20秒ぴったりで止めていただきたいと思います。皆さん準備はよろしいですね。はい、はい、それでは参ります。ミッションスタート。さあ始まりました、20秒間がスタートしました。さあアニメシリーズは5周年、この3人はしっかりと尺ぴったり20秒で止めることができるでしょうか。一方でゲスト声優として出演されています吉澤亮さん27歳。さあこの27歳20秒ぴったりで笑顔が見えます。さあどうなるか、さあどうなるか、20秒経つか。皆さん独特のリズムだ、独特のリズムだ、はい、はい、さあどうなるか、はい、どうなるか。吉澤さんが最後に手を挙げてここでストップ。皆さん拳を突き上げました。それではお手元のストップウォッチの結果を順番に発表していただきたいと思います。まずは山下さん。はい、僕は19秒86です。すごい成績だ。19秒、ヒーロー。やはりデクはヒーローだった。さあ続いて岡本さん、僕いっちゃっていいですか。お願いします。20秒16。すごい、ストップウォッチのノブ、ここで貫禄の20秒16、ドヤ顔です。さあそして続けるか、梶裕貴さんお願いします。私は20秒37でした。それでも結構すごいと思います。ありがとうございます。さあでもやってくれますよ、やっぱり、やっぱりこの男。そう、やっぱり、うん、お願いいたします。僕は21秒81。なんということだ。膝を落とした吉澤亮。いやちょっとレベル高くないですかこれ。違うんですよ、だってその最初の用意スタートが結構ぬるっとしてますね。すいません、どこだろうみたいな。あれもう始めていいのかなみたいな。分からなかった。すいません、これは本当に訂正してお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。あと実況で惑わされる。そう、すごい喋るから喋んないでほしいみたいな。喋んないでほしい。すいません、ちょっと実況もしているものでアナウンサーなのですいません。冗談です。途中でね、山下さんがね耳を塞いでいるのがすごい私も動揺しましたけど、ごめんなさいと思いながら、ね、私もやらせていただきましたが、ということでこれ結果は山下さんが0秒14差ということで今回10ポイント獲得。接戦をものに制しました。これはすごい、すごい。山下さん、はい、感想をお願いいたします。嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうございます。いやでもすごい大接戦、まさかね1秒これね3秒以内とかだったらもうみんなピタリ賞というかね、もうほぼニアピンという感じになりましたけれどもね、吉澤さんが21秒で負けるっていう。いや、なんかごめんなさい。私も本当すいません。なんかさあそれでは続いてのミッションに参りたいと思います、はい、まだまだ続きますからね、はい、続いてのミッションこちらです。キャッチザアースチャレンジ。ゲームだ。なんすか、アース。はい、アースです。時にですね繊細な作業も必要となります。ヒーロー、失敗の許されない集中力、そして技術力の限界に
まさかここで挑んでいただくということになっておりますということでこのミッション2キャッチザアースチャレンジですけれどもルールを説明いたします。あ、さあ参りました。感染対策を徹底された上でこのね、けん玉参りました。そうです、けん玉の玉の部分が地球アースになっているわけでございますね。 MC の私の合図でこの地球カラーのけん玉を中皿、そこの部分です、そこです、そこです、山下さんが指さしているそこに中皿の部分に乗せる、1回限り、さらに4人一斉、はい、はい、1回です、1回勝負。合図は分かりやすいですか？合図分かりやすくします。努力します。ちょっとクレーム入ったので、すいません、本当に申し訳ございませんでした、はい、さあまず先ほど少しこう21秒、吉澤さん、はい、今もうけん玉と見つめ合う時間ありましたけれども、意気込みいかがですか？やっぱこういうのはね、集中力が大事だと思うんで、もう全集中でいきます。あら、急に違うアニメが、急に違うアニメ出てきた。主演者だけれども、ちょっとごめんなさい、いい出てきちゃったもん、はい、もうけん玉持ってもかっこいいな、もう。本当ですね、確かに、確かに、それで戦えそう、うん、なんかコメントがもうオリンピックみたいな感じになってきました。さあ一方で山下さん、先ほどは素晴らしい成績を残しました、はい、そうですね、今回のキャッチザアースチャレンジいかがですか？やるしかないですね、やるしかない。一人だけなんかアスリートみたいな感じ。けん玉なんて久しぶりに持ちましたよ。あ、そうですか。そうそう、久しぶりなの。なんかどうやってたっけなみたいな、その感覚も研ぎ澄ましていただいて、膝使う一方で、おっと、もうリズムを刻んでいますが、一方見つめています梶さん、いかがでしょう？いや、僕もあんまりこうけん玉経験そんななかったと思うんですけど、はい、その少ない経験の中でも苦手だった記憶があるんで、ちょっと自信ないですね。やっぱ限界に、ね、挑戦しなきゃ。そうですね、やっぱヒーローですから。ヒーローですから、さっきのやつ、はい、やっぱ挽回したいと思います。よろしくお願いいたします、はい、さあ先ほどストップウォッチのノブと公言されていました、はい、岡本さん、けん玉いかがでしょう？そうですね、小中学生の頃皆さんね、まさかやったと思うんですけど、僕ね、けん玉のノブと言われ異名がたくさんあります。あるな、もうね、やっぱね、やっぱこういうね、こんなこと、マジ、やっぱ中皿だけが不得意です。あれ、あ、まさかの今回中皿でございます。でも今のすごいよ、こ、剣山とこことここはいけんだけど、中皿だけ無理なんだよ。逆に剣山いけんのすごい。本当にすごい、まさかの牽制し合うというね、意気込みになりましたけれども、さあそれでは今回もですね、分かりやすく私やらせていただきます、すいません。ミッションスタートの合図で参りますので、ミッションスタート、ポン、ボン、よろしくお願いします、はい、私も緊張してきました。さあそれでは参ります、ミッションスタート。あー、なんてことだ。一番やってはいけない、全員失敗だ。むずい、これ難しいな、中皿、むずいな、中皿だけできないで。おー、あ、もう一回やりましょう。吉田さん2回目でチャレンジ成功。じゃあ岡本さんは、もう吉田さんできました。吉田さん2回目で成功しました。もうじゃあ皆さんもう2回目いきましょう。え、いいの、ふっ、ああ、吉田さん10ポイント。さすが、さすが、スキルを作った。完全にズルしちゃいましたけど、ね、いやいや、1回目の記憶はございません。むずい、これ中皿、すごい、待ってください、皆さん急にはまり出すっていうね。ちょっと待って、中皿どうやるのこれ。皆さん楽屋ではありませんよ、ここは。大丈夫ですか？中皿、全国213の皆さん見てますよ、劇場で。大丈夫ですか？ちょっと静かにして、ごめんなさい。けん玉コーナー、あ、すごい、すごい、吉沢さんがどんどん、もうマスターしてる。中皿のお量ですか？中皿のお量です。これは確実にどのメディアの皆さんも中皿のお量書きますね、これ。むずい、すごいわ、もう使わない、これは完全に中皿のお量完成誕生ということになりましたけれども、ね、吉澤さん、はい、やってみていかがですか？10ポイント獲得、嬉しいです。もうシンプルな、すごい嬉しい。これね、まさかの公式ホームページに中皿のお量っていうね、なんか特技中皿のせみたいなの出るかもしれないですね。けん玉のがないとちょっとなんか分かんない。そうですね、中皿の、いやでも素晴らしかった、おめでとうございます。10ポイント獲得です。ありがとうございます。すごい、むずい、できねえな。さあ皆さん、けん玉で盛り上がっているところ、はい、すいません、最後のミッション参りたいと思います、はい、最後のミッションはこちら、ミッション3スクリーンショットチャレンジ。どういうことですか？何ですか？スクショ撮るんですか？ヴィランとのバトルに必要な動体視力ありますよね。はい、あのヴィランとの戦いに必要なんですよ、動体視力って。はいはいはい、早すぎるこの一瞬のこの動きを見極めて
相手を正確にこう捉えていくという作業が必要になってきます。なるほど。ということでミッション3はスクリーンショットチャレンジ、ルールを説明いたします。スクリーンにですね、一瞬だけある画像が映し出されます。はい、画像です。その画像が何か当てていただくという単純なシンプルな、これこの距離で見るんですか。はい、この結構近くて近くて認識しにくい、ね、動体視力とはまた違うね、何かを必要としますけれども、あの4人制にチャレンジしていただきまして、分かった方は挙手でお答えいただくという、あ、これはじゃあ早押しというか、はい、早押しというか、はいはい、早くこう挙手をしていただいた方が私当てていくという、はい、さあ今のところ山下さんが10ポイント、そして吉澤さんが10ポイント、岡本さん先ほどまで素晴らしい異名を持っていたんですが、まだポイント獲得できてません、スクリーンショットいかがですか。そうですね、ゼロポイントのノブになりそうですね。ゼロポイントのノブ、新しい異名がつきそうですさあ一方の梶さん、はい、梶さんもゼロポイント、はい、いかがですか。僕はでもスクリーンショットの梶と呼ばれてたんで、ここやっぱこれを待ってました。あ、なるほど、この勝負を、いや待ってた、この時を待ってた。そうだからもう今までは正直手を抜いてました。手を抜いてたんですか、ここでいきます。ここからなのか、私まさかの手を抜いていた、ここで全力お願いいたします。わかりました。さあそして10ポイント獲得しております山下さん、いかがでしょう。はい、見ます、頑張ります見てください、お願いいたしますさあそして吉田さん、はい、10ポイントいかがでしょうか。いやそうですね、このスクリーンショットチャレンジで、はい、このヒーローの皆さんを倒すことで、僕は真のヒーローなんだぞっていう部分をちょっとここで見せつけていきたいなと思います。温度感が完全にオリンピックの、声が怖いよ、声が温度感がオリンピックのミックスゾーンみたいな感じで、なんかでもりょうくんが言うと本当にヒーロー味があって本当ですか、説得力、本物感でもね、ここから勝負、ここからですか。はい、あのちなみにですね、あのこれ最後ということですので、1位の方には、1160ポイントどういうこと？あの1160ポイントです。あのヒーローポイントです。ヒーローにちなんだ1160ポイント与えさせていただきます。あ、じゃあこれに正解すれば？そうです。これに勝てばもう多分勝ちです。多分勝ちでしょ。はい、あの最下位の方も大逆転のチャンスということですので、最後までね、ブルースウルトラで頑張っていただきたいと思います。はいはい、まずあの皆さんね、不安そうですので一回リハーサルをしてみたいなと思います。練習です。練習問題です。さあこのような形で一瞬映し出されます。皆さんスクリーンご覧ください。お願いいたします。あ、はい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 。わかった方。はいはいはい。今のは多分。あ、吉田さんお願いいたします。お三方のあのなんかビジュアル解禁の時のかのコスチュームですよね。ステルススーツの。そうですね。完璧です。素晴らしい。でも今のは分かりましたよね。結構今のは分かりました。こちらです。今のは分かりましたよねって山下さんもね結構こう食い気味に来ましたけれども。さあ皆さん容量は分かりましたね。はい。分かりました。はい。これはもうまずゼロポイントのノブになるのか。ええ。まさかのこのヒーロー倒して真のヒーローに吉田さんなるのか。そして山下さん黙々と練習をしている。そしてスクリーンショットの火事誕生なるか。はい。さあ参りたいと思います。それでは本番。本番ミッションスタートで参りますよ。ミッションスタート。はい、分かった方挙手をお願いします。はい、早い、出ましたスクリーンショットの勝ち、どうぞ。これいいですか、りょうくん言っちゃって。これは吉澤りょうくんの我々キャラクの演じてるキャラクターのコスプレ写真じゃないですか。一発で当ててどうするんですか。正解。いやだ、勝ちたいから。すごい。そうですよね。出ましたよ。カジ。スクリーンショットのカジ誕生。ごめんなさい。パッと見誰か人間がいるなっていうのは分かって。はい。で、アーティストさんじゃないよなと思いつつ。すごい動体視力というかね。背景のカラーがすごい印象的だったんですよ、お写真を拝見したときに。ちょっと待ってください。スクリーンショットの火事というかね、もう推理の火事みたいな感じだったんですけど。本当ですね。もう推測して。いやにしてもすごい。いやそうです。こちらの実はとある雑誌でね、企画で吉澤さんがお三方演じるキャラクター、そして今回のロディソウルの服装に身を包んだお写真ということになっております。かっこいい。いや吉田さんこれ。改めて、ね、これ吉田さんにとってはサービス問題だったんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょう。ね、本当は分かってたんですけどね
声色が変化している。いやすごいです。全然分かんなかった今。いやすごい。これどうですか、山下さん、実際にこのデクのね格好されていますけれども、はい、吉田さんは。いやもうすごいめちゃめちゃかっこいいですよね。もう本当にロディもまんまロディだし。うん、いやもうとど。全然表情が違いますよね。また表情の作り方というか。そうなんだよね。その見た目はもちろんそうなんだけど、うん、なんかメンタル的なところからやっぱ作品をねこう知ってくださってるからこその役作りみたいな雰囲気をすごい感じるよね。うん、かっちゃんなんかもなんかカメラ向けられるのちょっと嫌そうな雰囲気もありつつ決めてる感じもありつつみたいな。もうクソがってキャッチコピー見えるもん。全く斬新なキャッチコピー。なかなかそんな雑誌はなさそう。こんな大勢の方々の前にこれが晒されると思う。これエンディングまでここで。エンディングまでこれで。ドキドキしちゃってます今。上映中ももう。でも素晴らしいスクリーンショットの感じ大正解でございます。ありがとうございます。瞬時にちょっと見ててよかったです僕。さあということで全てのミッションの結果が出揃いました。最も多くミッションをクリアしナンバーワンヒーローの座に輝いたのはスクリーンショットの梶裕貴さんでございます。拍手。さすがフリージングディザスト。こっちですね、ごめん。さあ見事ねナンバーワンヒーローに輝きました梶さんにはナンバーワンの称号ナンバーワンヒーロータスキを授与させていただきます。え本日はですねデク君に来ていただいてますので一歩前に梶さんお願いいたします。はい、さあそれではデク君よろしくお願いいたします。おお、皆さん拍手でお出迎えください。イドリア、わあ、出た。持ってるヘッドバットが一番強い。このトゲトゲの頭。ヘッドバットが一番強い。え、これ僕でいいんですか。これは、はい、1160ポイント獲得です。すいません。おめでとうございます。おめでとうございます。うわ、似合ってるわ。ありがとうございます。すごい選挙に出そうだもん、もう。ありがとうございます。ナンバーワンヒーロー。私が平和な社会を実現します。お願いいたします。ありがとうございます。さあそれではヒーローインタビューに、まさにヒーローインタビューに参りたいと思います。1160ポイント獲得しました梶裕貴さん、今のお気持ちいかがですか。はい、本当にね嬉しいなと。このヒロアカという作品で、ナンバーワンヒーローになれたのは父の念願も果たせたかなと、そういう思いもありますが、何よりもこれ書けるの僕じゃなかったなと。山下くんか亮くんのどっちかだったなってすごい反省してます。そんなことないですよね皆さんね。すいません、分かったことが嬉しくて入っていっちゃいました、ごめんなさ い。今のお気持ち誰に伝えたいですか。やったよパパ、エンデバーありがとう。エンデバーに届け、おめでとうございます。喜んでいることでしょう。絶対ショートって言ってるよ泣きながら。きっと喜んでいることでしょう。さあ一方で、惜しくも敗れました山下さん、今のお気持ちいかがでしょう。いや悔しいですね。はい先ほどからシンプルなんですよね。気持ちいいよ気持ちいい。ただね10ポイントは獲得されましたから。はい、いや楽しかったです。あ、そうですか。なんかそうしてなんかみんなでなかなかこうやって遊ぶというかゲームする機会なんてなかったので、なんかその没頭して楽しんじゃいました。そうですか、ありがとうございます。さあそして見事こちらも10ポイント、まさかの中皿のお量誕生の瞬間を見られるとは、はい、吉田さん今のお気持ちいかがでしょうか。まあでもその10ポイントもほぼズルですけどね。いや2回目でポーンってやって、ね、いやいやとんでもないです。その後ねもう3回ぐらいねもう乗っけてますから、もうポイント獲得でございます。いやでも本当に楽しかったです。シンプルに、はい、みんなでこんなやれて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあそして、はい、有言実行なんですかね。そうですね、ゼロポイントのノブ、ゼロポイントのノブとしてこれからはちょっと生きていこうと思うんですけども、よろしくお願いいたします。でも1位が1160ポイントじゃないですか、はい、まあ、10ポイント10ポイント0ポイント僅差だったなってちょっと思った確かに僅差ですね数字上では。考え方次第だね何でもね。ぜひとも今後ね何かしらでポイントを重ねていってほしいなというふうに思います。それでは今回でミッション終了ということになります。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや梶さんの優勝で幕を閉じましたけれども、それでは最後に山下さんと吉澤さんからこれから映画をご覧になるという全国の皆さんに向けてご挨拶を頂戴できればと思います。本日はこんな楽しんじゃった舞台挨拶なんで映画の内容全然分かってないと思うんですけど、まあ、本当に映画の内容はめちゃくちゃ熱い、僕もファンとして見させていただいて本当に泣ける壮大な作品となっております。まあ、この作品を見ていただいて面白いなと思っていただいた方はですね、
あの SNS だったりとか周りの友達に広めていただいたりとかしながら、あのこのヒロアカの暑い夏をですね、皆さんと一緒に盛り上げていけたら嬉しいなと思っております、これからもよろしくお願いします。最後まで楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そして山下さん、お願いいたします。はい、これからご覧になる皆さんはきっとですね、すごく大切なものを得られるのではないかなと思います。僕自身も、アフレクに臨ませていただいて、そして完成したものを見て、すごく心の中にあったかいものができました。なので、それを皆さんに感じていただいて、それのお裾分けを皆さんにぜひいろんなところでしてあげられたら、誰かにとってのヒーローにもなれるのかななんてちょっと思いました。あとはもう本当、ヒロアカの劇場版めちゃめちゃ面白いんで、何も考えずに楽しむのもありかななんて思っちゃいました。本当にまずはもう全身全霊でヒロアカの第3弾、劇場版浴びちゃってください。楽しんでください。ぜひぜひこれからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、それでは山下さん、ラストはやはりヒロアカですから、はい、あの言葉でエンディングとさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。では、せっかくなんでマイクも持ってることですし、一緒にさらに向こうへ、さらに向こうへ言っていいですか。一緒に言いません。いいんですか、そこまで一緒に言っちゃって。いや、ぜひぜひぜひ。いや、ありがとうございます。いや、じゃあせーのでいきますね。はい、せーの、さらに向こうへ。